こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日はね、ちょっととある場所にロケに行ってきたので、すごいワンピースとあるとこに行ってきたので、すごいなんかおしとやかそうな服装なんだけどそう、なんかね、本当はね、もともと朝から別のところ、何、待って、怖い、なんかダイイングメッセージみたいな、なんだ脅迫文みたいな初めて見たギフト、何、びっくりした、ありがとう。でも書いてある言葉優しかった、びっくりした。なんか知らない、さあ知らないギフトがいっぱい、虫眼鏡とか愛情予告、なんだそれなんだそれ。さあ今日ね、本当はね朝からねロケの予定だったんだけど、ちょっと予定が変わっちゃって、そう、朝のリハじゃない、朝のロケはなくなって、なんか2個ロケに行く予定だったんだけど、朝からのロケの方がなくなっちゃって、そう、でも今日米フェスのリハもねあったのね。で本当は私ロケに参加する予定で、リハに参加できない予定だったんだけど、でもロケがなくなっちゃったから、おかげでリハに参加できたっていうどっちにしても予定はあったんだけど、でリハやってから、そのもう一個の方のロケはあったから、もう一個のロケの方に行ってきたんだけど、そうなんですよ。だからね、すごいいっぱい予定があったの今日はそうなんです。でもね、その分みんなにね楽しみにしてもらえるものがいっぱいあると思うと、とても嬉しい。そう、楽しみにしててください。そうなんです。ロケといえば、そうね、ふわり愛、ついに今日から新潟でも放送ですね。予告見てくれましたかそう、なんかもう予告から結構そのリカさんとの掛け合いがね、ちょっと面白かったと思うんですけど、本当にねすごい楽しかったんだよね。そう、テロップに入れとこ。そうなんですよ。なんかさ、もう自分でもさ何してたか覚えてないんだけど、あの予告見て、なんかこうやってやってたじゃん、なんかライス、あ、お米待ってたのよ。そう、なんかリカさんとバーベキューしたんですよ。リカさんとバーベキューして、なんかお米をね待ってたの、ライスってやってたんだけど、そうで、その時にリカさんがやり始めたのに、なんかすごいこいつみたいな風にやられたからリカさんが最初にやり始めたんじゃないですかってそういうのが、まあ、予告にもあったんだけど、そう、なんかさ、今までだったらさ、多分さ、そんなリカさんにがっつりツッコミもしなかったんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。そう、いや本当になんかすごいリカさんとめちゃくちゃ楽しいロケがそうできたそう、本当になんかちゃんと掛け合いができたロケだったのでそうなんですよ。だからちょっとね、今日の25時45分からなんですけど、新潟での放送はね、ちょっと夜になっちゃうんですけど、夜っていうか夜中なんですけど、多分後日 YouTube の方でも配信されるので、あの放送地域じゃない方はね、ぜひ YouTube の方を楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、そう、私も結構ふわり愛はだから YouTube で見てたの、ずっと。そう、結構 YouTube で見てた、まあ、全部までは見てなかったけど割と見てましたね。そうそうなんです。だから私も YouTube でめちゃくちゃ YouTube で全編配信してくれるの嬉しいよね。
そうで、それでずっと見てたんだけど、でも地上波でね、新潟でも放送していただけるっていうことでめっちゃ嬉しいです、うん、ママがなんかロケに参加することは言ったんですよ。ふわりあいのロケ行ってくるっていうことは言ってたんだけど、なんか放送地域新潟にも放送されるっていうことは言ってなかったから、そうママに新潟にも放送されるんだね嬉しいって言って、おばあちゃんにも教えるって言ってくれてて、そうだからすごい楽しみ、おばあちゃんも見てくれる。そうなんです、めっちゃね楽しかった。そのまああれだよね、今日放送されるから全部言っちゃダメだよね全部言っちゃダメだけど、そうバーベキューしたりとか、あのオンザウマミっていう私のとこに行ったりとか、チタンアクセサリーをね作ったりとかしたんですよ。そうで、なんかそのなんだっけ、ふわり愛でチタンアクセサリーをリカさんと一緒に作ったんですけど、その時になんかチタン工房みたいなとこにお邪魔させていただいて、でそこでなんかチタンについてちょっと勉強したのね。そうでその後にあのトレードショーがあったから、そうあのトレードショーのさ覚えてるかな、すごいいろんなさ色が変わるさお皿みたいな、あの電圧の高さとその当てる時間によって色が変わるみたいな、なんかすごいさグラデーションみたいなお皿とかコップとかあったの覚えてますか。なんかそれが多分そのチタンのその化学反応みたいなやつでできてるやつなんだけど、それを実際にまあ作ってみる、アクセサリーなんだけど作る体験をその前にふわり愛でやってたからこそ、なんかどういう風にこの色ができてるかみたいなのがすごい自分の中で分かってたから、すごいやりやすくて、そうあのトレードショーの時に1個知識が入った状態でトレードショーに行けたから、すごい自分でもめっちゃ勉強になって、そうだからすごいねいいロケになりました、トレードショー。そうだからほんとそう思うとさ、9月めちゃくちゃ三条、めちゃくちゃ三条燕三条エリアにすごいお世話になったなっていうそうなんですよ、楽しみにしててください。そうなんです。だし、なんかそのふわり愛の時も三条市の方がずっとなんかアテンドみたいな形でついてくださってたんだけど、そうでトレードショーはトレードショーで多分その三条市の方の多分もう主催というかさ、多分関わってらっしゃる方がいて、三条市長とかにもお会いしたりして、なんかすごい三条市の方にもめっちゃお会いしましたそのふわり愛とトレードショーと、あとこの前の東京駅の時とみたいな、なんかほんと三条にゆかりのあるすごいあの偉そうな方々っていうか、お偉い方々になんかいっぱいお会いしたなって思ったね。だからでもちょっとそれがお仕事につながっていったらいいなって思いますけどねそう本当にだからすごい三条の皆さんになんかこう名前を知っていただける機会にねなったんじゃないかなって思うのでそうね、きっとだって今日のさそのふわり愛もね三条の皆さんにも見ていただけるんじゃないかなって、新潟でもね放送が始まるからすごく楽しみです、はい楽しみにしててください。そうっていう告知だけです今日言いたいのは昨日さ割と配信でめっちゃ喋ったからさ、特に告知関連はふわり愛ぐらいしかないんですね今私が喋れることは話したいことはいっぱいあるけど、そうあでもそうね、うん
明日あと公園出るよとか明日公園出るよとか、なんかそんなもんでしかないんですけど、なのでカラオケ配信しますなので携帯でやってました、ずっともう特に喋ることありませんのでカラオケをしようと思います。よいしょ。何歌う？何がいいかな？何がいい？決まってない。私がやりたい曲を歌う。え、でも何がいい？でもやっぱアイドルソングがいいな。アイドルソング縛りにする。あ、とりあえずあの別にしよう。そうしよう。果たして今日はうまく歌えるのか。ララ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 。え、今日ちょっとあの別衣装みたいじゃん、白くて。どっちかっていうと渡り鳥だけど。ほら、何度も見たことのある雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに見えるんだ。君が遠い街へ引っ越すなんて突然言い出すから、胸がキュンとして、君の存在に僕は気づいたんだ。あのさ、いや別に何ができない、 I love you。 幼馴染はなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと硬い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままでさよならかな、今日みんなさそうに、そんな元気でな、引き止められない、涙出そうだから。いいじゃない、ねえ、虹に願いを言ったらいつの日か叶うのかな、君ってさいつでも変なことを昔から思いつくよね、流れ星と違うと笑ったけど、どんな願いするつもり、そして僕に言う、そっと微笑んで、いつか会いに来て。それってどういう意味？どこかへ行ったって I need you。 ずっと前から大好きでした、恋と気づくには近すぎたね、壊したくない、抱きしめなきゃ悔やむのかな、友達で終わっちゃいそう、一番恥ずかしいこのタイミング、だけどこの時流せば後悔の日々、どうする、このままさよならか、そう、ちょっと待って、言葉にはできない。
しちゃいました。言葉にはできない I love you。 幼馴染はなんか恥ずかしい。どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい。このままでさよならかな。今日ゴミの粗相にとけの元気でな、引き止められない涙がそう。素敵じゃない？それはそうなのよ。自前の曲なのよ。え、でも完璧じゃない？今までで一番完璧にあの別カラオケで歌えたと思わない？イエーイ！でもね、一瞬ね、あれ忘れそうになった。それってどういう意味？一瞬言い忘れてた。危ない危ない危ない。よかった。多分今までで一番うまくいった。いいね。めっちゃうまくいったぜ。ほらしました。ありがとうございます。やった。え、ちょっとさ、今日のさ、衣装がさ、めっちゃさ、渡り鳥のさ、あのジャケシャみたいだからさ、渡り鳥歌を久しぶりに。多分最近ずっと歌ってなくない？なんかパフォーマンスもあんましてないよね最近。そのカラオケがどうとかじゃなくて。え、だってめっちゃさ。渡り鳥のさ、ジャケシャっぽくない？渡り鳥、渡り鳥、うん、渡り鳥っぽくない？これあの、駅に立っててもおかしくない服だから。でもさ、正直さ、あれもじゃない？その前ってなんだっけ？いや違うや、渡り鳥は渡り鳥のジャケシャだよ、ドラさんのやつって。いやほんとそう。ちょっとじゃあ久しぶりにやります。どこまで行けば夜明けが見える。暗闇の中で汽車を待つステーション。思い出だけじゃ生きていけない。明日のために愛を探しに行こう。心を羽羽ばたくこと、過ぎてくとき感じないまま大人になるものか。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない。ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している。青春の群像。まあ別に間違ってはないから。都会の暮らし好きになれずに、あれから何度帰ろうとしただろう。記憶の底甘く苦い。疲れ果てても休めなくて無理した遠い日々。今になってわかることがある。季節は巡り旅は始まる。
僕はどうしてゆくのだろう。この羽は自然に動いてしまうよ。季節は巡りたくましくなり、若さは道を切り開く。懐かしい思うのは故郷を覚えている夕焼けの美しさ。行ったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街、窓の景色は変わらない。流れる自分が変わった。大人になるっていうことは何かになることですか。刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る。心の羽羽ばたくこと、過ぎてくとき感じないまま大人になるのか。僕たちは今どこにいるんだろう。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない。ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している。青春の群像を夢見るか諦めるか。ちょっと久しぶりだったからね。行ったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街、窓の景色は変わらない。眺める自分だけが変わった。大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激もやかんでなくなって当たり前のように春が来る。よしむずいね。でも最近やってないからやりたいね。最後にやったのいつ、あれ、あのなんだっけ、何フェスだっけ、あれファングじゃなくて山中湖だ。山中湖が最後じゃないな気がするね。山中湖が最後かな。渡り鳥最近やったの。またやりたいね。そう、スパークが最後ですね。何歌うね。あれってまだ入ってないかな、 AKB さんの新曲。さすがにまだ入ってない。アイドルなんかじゃなかったらまだないか。まだなかった。え、あれさ、カラオケ入ったらめっちゃ歌いたい。私あの曲好き。え、多分さ、なんだっけ、なんだっけ、一個前のさシングルってなんだっけ、忘れちゃった。本田ひとみさんのセンターのさ、やつてなんだっけ、多分あれより私歌える気がする。アイドルなんかじゃなかったらの方が。歌番組で歌いながら何がいいかな。あ、どうしても、そう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 、あれね、一回カラオケやったんだけどめっちゃ苦手だったんだよね。そうそうなの。どうしても君が好きだ。なんか平歌がめっちゃむずかったんだよね。そうなんですよ。何がいいかな。わ、今さ曲探してたらさ、めっちゃささ、めっちゃささだって。めっちゃ久しぶりの曲見つけたんだけど歌っていい？超懐かしいよ。でもこのさ服ちょっと合うかも。
激懐かしい。私たちにできることは手をつなぐこと。カモー、わー激激懐かしすぎるんだけど、もう記憶ないわ。街のどこかで泣いている人よ、想像の鈴を鳴らしてください。ウォーウォー、人は誰でも弱い生き物、一人きりでは悲しいことに負けてしまうよ。そこにいてノックするから、心のドアを開いて、涙の訳を話してごらん。そうさ、私たちにできることは手をつなぐこと。いつでも誰かがそばにいるよ。私たちにできることは肩を組むこと。寒い夜だって仲間がいれば暖かくなれるよ。愛の魔法。懐かしいし、全然振り覚えてない橋の上から川を見る人よ、水面に広がる悩みの花びらを抱え込むには重すぎる荷物、一緒に持って歩いてくれる誰かがいるよ。落ち込んでても仕方ないさ、時が過ぎてしまうだけ。今日という日がもう大ないよ。だから世界中に届くように歌を歌おう。バラバラの雪が一つになるよ。世界中に届くように声を出すんだ。泣き疲れたさを優しい歌が雑誌に変わるはず。愛のまま、そうさ、私たちにできることは手をつなぐこと。いつでも誰かがそばにいるよ。私たちにできることは肩を組むこと。寒い夜だって仲間がいれば暖かくなれるよ。懐かしい。
めっちゃ懐かしいんだけど。そう、今さ AKB さんのなんか楽曲ダーって並んでるリストのとこを見てて、愛行から始まってんの見たら愛の毛布ってあって懐かしいってなったんだけど、めっちゃ懐かしいね。森へ行こう、森へ行こうは私踊ってないからわかんないんだってそう、私さあれコンフェッションの人だったからさ、ズンズズンパンズンズズンパンからしか出てこない人だったから森へ行こう踊ったことないんですよ珍しい人種。そう、森へ行こう踊ったことないチームの人だから、そう、そっと目を閉じて思い出しましょうからしか踊ってない平唄わからない。でもさ、こんなことやってない、ね、いけないとみたいな意外とさ思い出すのか。リハはねやったことあるんだよね。うわ、めっちゃ懐かしいな。なんかあるかなと懐かしい曲。いや、いっぱいあるよね懐かしい曲なんてね。でもやったことある曲ってなったら結構難しいかな。え、どうだろうね。なんだろう、やったことあって懐かしい曲。あ、違う違う違う、え、なんかありますか、やったことあって懐かしい曲。でも公演曲とかやっぱ、そっか、逆上がりってさ、ないんじゃなかったっけ。逆上がりの曲ないんだよね確か。ね、そうだ、逆上がりで思い出した。なんかさ、私そう、来週ってか今週末か、今週末コメフェスがあって、でなんかあの今日コメフェスのリハだったんだけど、私一番最初 NGT が初めてっていうか、コメフェスが初めて開催された年に NGT 出てて、研究生から私とユナコだけ出てたのね。そうで、そのコメフェス、私がアイドル人生初めてのフェスだったんだけど、コメフェスがだからめちゃくちゃ思い入れのあるフェスなんだけど、そのコメフェス出てた時の写真ってないかなって思ってさ、 LINE をさ遡って探してたので、そしたらなんかマネージャーさんとのコメフェスの時のなんか LINE が出てきて、でなんかその時あの N3 公演と G 公演も出てたのね、研究生だったから。そう、まだ研究生公演その頃やってなくて、 N3 と G にアンダーで出てたんだけど、なんかその時にユナコがモフさんポジでもうすぐ出るみたいな時に、なんかユナコがモフさんポジで次ホコリの丘出るって聞いたんですけど、そのコメフェスでやるセカヒトがその私が高倉さんのポジションで、ユナコがなんとかなんとかのポジションなんですけど、公演の時はなんとかなんとかなんとかだねみたいな、なんかすごいマネージャーさんのなんか説得させてた。なんかさ、その時 N3 でもセカヒトやってて、でなんかその時のポジションとコメフェスバージョンのセカヒトのポジションがなんか私とユナコが逆だった方が公演と同じになるから楽だよねっていう話をして、なんかそういうマネージャーさんになんか変えられませんかって説得してる LINE が出てきて今日それで、ね、聞いたらなんか確認しますって言われた後に確認してもらって、なんかそのそれ通りでお願いしますみたいな、その言ってたようにお願いしますみたいな、2人ともいろいろ出ていろいろ覚えなきゃいけなくて大変だから、ちょっとでも負担が減るようにした方がいいよねってマネージャーさんに言われてて、ありがとうございますって返してて、でその後なんかね、そうあのさ、あれやばかったよね、当時のスケジュールえぐかったんですよね。コメフェス出てどっかのどっか、え、大阪なんかどっかの握手会に行って、次の日で、その後長岡で握手会があって長岡に帰ってきて、でその後になんか G 公演の初日とかだったらしくて、その LINE を読む限りで、なんかすごい全然G 公演初日もうすぐ迎えるのに練習できる時間がないみたいな、アホみたいなスケジュールでなんで研究生なんでこんな忙しいスケジュールだったんだろうっていうぐらいなんだけど、そうで G 公演初日迎えるのになんか
練習する時間がなくてやばいですみたいなマネージャーさんに泣きついてる LINE が出てきてそう、それでなんかなんだっけな、あと何が出てきたんだっけ。でなんかその後なんか無事に初日を迎えたっぽくって、マネージャーさんにそのG コイン初日おめでとう頑張ってねみたいな風に言われてたの LINE で。そしたらやばいです頑張りますって返しててそしたらマネージャーさんがリラックスすれば大丈夫だよって返してて、おもろかった。そしたらさ、前輩 MC と後輩 MC の出るとこ間違えましたってマネージャーさんに言ってて、可愛かった。自分が、過去の自分が可愛かったそう、あったの。 G コインの初日の時に私前輩 MC で出なきゃいけないのに間違ってはけちゃって、そうっていう失敗談があるんですけど、それをマネージャーさんに間違えちゃいましたって LINE してたそう、コメフェスのね前後がめちゃくちゃ忙しかったからね、そう懐かしいなって思って。だからなんかまあ今年のコメフェスもコメフェスでまあ前後ね、おしゃべり会あったりとか、まあ公演あったりとかして、まあバタバタ確かにしてるんだけど、なんかすごいその LINE を見て思った。研究生、当時の研究生時代の自分があれを乗り越えたんなら今の自分は余裕だわって思って、すごい頑張ろうって思ったそう、いや頑張ってた本当に。だってあの時 N3 でアンダー3つ出たのかな、最終的に N3 で3つアンダーやってたかも。3ポジやって、 G 公演は1ポジだったけど、そうでね出てたから、そうすごい頑張ってたんだなって思ってわかる。 N3 3ポジも出てたのって感じだよね。まあほとんど2ポジ目にずっと固定だったんだけど、2ポジ目固定でたまにまあ3ポジ目入って1ポジ目に戻ってくることはほぼなかったんだけど、デビューした時だけだったから、そうだからすごい、わ昔の自分頑張ってたんだなって思って、なんなら昔の方が忙しそうだったなと思って今の自分は全然何でもできるわって思っただからね、そうコメフェス今週末までもまあいっぱい公演もあったりして大変ではあるんですけど大丈夫と思って頑張ってる。そう懐かしいよね本当に。そうでもなんか今日コメフェスのリハで、コメフェス今年野外なんですよ。で確か野外がその初年度とか一番最初初めて出た時だけで、 その次出た時煽れの中だったからさ、そう屋外でやるのは初めての時以来なんだよね。でめちゃくちゃ暑くてその年、そうでも当時その出てたのがもう私とレイちゃんしかいないらしくて、えマリナさんっていなかったんだっけな、なんかマリナさんは出てないって言ってたんだけど、しマリナさんもいたような気がしてるんで、いなかったっけ。そうなんか当時のその一番最初のコメフェス出たの私とレイちゃんしかもういないらしい。てか私が異例だったんだよね、すごい。なんで研究生だったのに出させてもらえたんだろうって今でも不思議でしょうがないけど、でもねあれがすごい自分の中ではアイドル人生初めて、アイドル人生ってかアイドルになる前もフェスとか行ったことなかったから人生初フェスだったので、コメフェス、そうなんかすごい私としてはめちゃくちゃ思い入れのあるフェスなのでめっちゃ嬉しいんだけど、そう確かに秋田もね、なんで私だったんだろうね本当にね、あったね秋田も、モフさんとあゆ太郎さんと言ってた、あれもめっちゃ楽しかったな。モフさんのご両親にきりたんぽ鍋に連れて行ってもらうっていうめっちゃ懐かしい。そうなんだよ、なんかね研究生の割にはいろいろさせてもらってましたからね、ありがたいなと思ってます、はい、今年のコメフェス当日の天気は曇り。え確かに天気めっちゃ大事ですよね、しかも一発目だしね
どうかな、晴れるといいなね。待って、カラオケ続きやろう。え、何がいい？でもやったことある曲ってそんな多くないんだよ。あ、個人的にめっちゃ懐かしいと思う曲でもいい？急に？もはや何にもみんなも懐かしいとも思わない曲なんですけど。あ、なんかなくなっちゃった。こういう時迷っちゃうんだよな。え、待って、これって何の時にやった？うわー、思い出せないけどこれにしてみよう。え、何の時だこれ。ヤッヒか。え、そうかも。もうもう大好きなのに、この胸が切ない。もうイメージしよう。さあ唇にのカーブ、オンタイムでバスが近づく。ガードレールに腰掛け、スマホを聞いていた。ドアが開いて順番にワンステップ乗り込んだ。誰かがその後に続く。僕は不意に振り向いて、君の腕引き寄せ、盗むようにキスをしよう。 Wow, wow, 友達だから、もう息が苦しい。今勇気を出して、さあ一番後ろの席に、僕たちは外を眺める。さっきの甘い感触、何度も思い出す。バスが揺れた勢いで君へ傾いた。体を立て直す瞬間、僕の顔を横切った。唇が止まって、いたずら僕キスをされた。もう大好きだけど、ずっとためらっていた。もう奪われるなんて、そう君からも Be my baby。 はぁ、なんだっけ。
だ、ヤヒだ。あの感想で思い出した、感想のなんかさ、いやいやいやみたいな、なんかこう踊るやつあるじゃん、あれで思い出した、ヤヒだ。やったね。でもこれなんかすごい、私ミナちゃんのイメージある。めっちゃね、 NCT の初期にやってたイメージ。なんかさ、あったあれさ、面白かったよね。つぐみさんがさ、みかんの早むきしたりとかさ、なんか萌香さんがでんぐり返ししたりとかさ、あれおもろかったな。なんかやっぱ NCT って変なんだよな。懐かしい。やっぱそういうさ、変なところが NGT らしいよね。またやりたいな。でもさ、なんかそういう一発芸みたいな持ってる人今いないじゃん、あんまり。誰が何やると思う、今のメンバーでやったら。何やんだろう、そんなみかんの早むきとかでんぐり返しするような人いないんだけど。アクロバットできる人もいないしな、別に。レイちゃんとかアクロバットできるけど。あ、逆にレイちゃんアクロバットじゃなくてスケボーで出てくんの。誰も勝てない。いや面白い。けん玉。確かに今のメンバーでやっても面白いかもな。何がいいかな。あ、これは、これはなんだっけ、私これさあ、これは何の時、これもやった覚えある。何の時だっけ、ちょっと思い出しておいて。君の微笑みを夢に見る、いつも同じシチュエーション、木漏れ日が揺れる鈴懸けの道で名前呼ばれるんだ。君の微笑みを覚めた時に胸のどこかが切ないのはなぜだ。あ、つぐみさんか。ある日角にあったコンビニがなくなって、曲がらないまま過ぎてしまった僕の無意識地図。小さい頃から知ってる、妹みたいな君がいつの間にか大人になってて、ハートした大事なものを見逃すな。僕はこの想い語らない、今の距離がちょうどいい、あの頃のように大声で笑う君を見守りたい。僕はこの想い語らない、自分のルールを作る、先のために冷静になって、このままでば踏みしめると、君が恋しくなる、風に吹かれどこか飛んでく、自由
くり時は流れて、僕は思う運命の糸は長いんだ、永遠の中でまた会おう、好きと叫ぶにはまだ早い、自分に聞かせたよ、僕たちの恋は慌てなくていい、未来はまだまだある、好きと叫ぶにはまだ早い、友達でも構わない、いつの日か君が僕に気づくまで、このままでシチュエーション、木漏れ日が揺れる鈴懸けの道で名前呼ばれるんだ、君の微笑みを夢に見る、僕は理由を知りたい、目が覚めた時胸のどこかが切ないのはなぜだ、つぐみさんの卒業公演か、思い出したわ。そう、なんか私がタイトルをめちゃくちゃスラスラ言えてみんなを驚かせた記憶はあるんだけど、 MC でそう、タイトル言えた記憶はめっちゃあるけど、何の公演の時にやったか全然思い出せなかった。そうなんですよ、小学生の時めっちゃ全力で覚えたから、鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何して考えた上での良い気恥ずかしい結論のようなもの、早口で言うと感じゃ う、 う。めっちゃ覚えたのを披露した MC があったんですよ。そう、え、授業中にノートに書いて覚えた。え、めっちゃわかる。私はあのあれ、冬の車の中で結露した窓に書いてた窓に書いてました。え、なんでこれをねそんなにね覚えたかっていうと、なんかこう覚えてる人多分いると思う。48章ってさ昔あったじゃないですか。で48章でこれを披露するときに、なんかその選抜メンバーが、あ、違う違う、選抜メンバーが全員言えるまで曲が始まらないっていうのがあったんですよ。え、覚えてる？知ってる人いますか？なんか全員がこう一列になって、なんかそれを言えるまで永遠に繰り返すっていうのがあって、え、覚えてるよね。私それで覚えた。だってみんながさめっちゃ間違うからさ、ずっとさ繰り返されるじゃんそれで覚えた。そう、48ショーマジで全部見てたから、全部見てたし、しかも何回も何回も繰り返して、ノートにだって私あれ書いてたもん何セットリストっていうか、その時の放送された内容とか全部書いて DVD にダビングして全部残してたからそう、チャプターみたいなの自分で作ってたぐらい、めっちゃそうめっちゃ見てたから、48ショー一番好きな番組だったから、すごい懐かしいそうだ、あとさ、そう、せっかくねカラオケをねやるからね、ちょっとさ挑戦したいなって思ってて、最近さイコラブさんの映画をさ見に行ったのって、めっちゃもうショールームで何回5回ぐらい喋った気がするんだけどイコラブさんの映画をね見に行って、
私の中でちょっとイコラブさん熱が高まってるんですよ。そうで、多分歌える曲はめっちゃ少ないと思うんだけど、なんか多分何曲かは歌える気がするから、ちょっと挑戦してみようかなって思って。そう、小島ことナーニャのミニスカートの妖精、わかる、めっちゃ好き、一生見てた、あれかる。え、何が歌えるかな。なんか歌える曲もあんまないんだよな。でも自信持っても歌えないなんか聞いてはいるんだけど、歌える曲ってあんのかな。待って、わかんない、何が歌えるんだ。手始めにこれにしてみよう夢で見ていた君を知りたい、顔も名前さえもわからない。振り向くときにふと目が覚める。天井をぼーっと見つめ、ため息つく。僕はあげる十字路の交差点で目が合った瞬間、奇跡を信じ間違ったきっと君だ君だ君だ、いくつか恋をしたけれど、すべて君に出会うためだった。きっと君だ君だ君だ、遠回りしてごめんね、やっと会えた。二人揺れる黒髪、たまに会う視線がもどかしい。意気込むほどに続く沈黙、ただ僕の鼓動だけが響いてる。細い華奢な君のすべてが愛おしい、瞬きするのも惜しいほどのインパクト。だけど君の君の君の笑顔を見ると離せない。邪魔をしてる僕のリベリオン。だけど君の君の君の全てはただ知りたくて戸惑ってる。初めて歌った割には順調じゃない？どうだろう、怒られるかな、こんなこと言ったら君と僕が運命なんて笑われると分かっている。諦めかけた僕の愛ディール、君を探していた。やっぱ君だ君だ君だ、過去最上級の衝撃。僕のツインクル。やっぱ君だ君だ君だ、夢に見てた伝えたいんだ。My ideal、 全てはイコールだ。ちょっと歌えなかったね。
初挑戦どうでしたか。あ、声には確かに合ってんのかな、どうなんだろう。ミコラブさん歌うますぎて絶対に近づけない感あるけど声質の問題ね、声質の問題ね。いや、あっちの方がさ歌える気がする。君と私の歌、君と僕の歌も歌えそうな気がするけど、ノイミーさんの方で。の君は誰より輝く素敵なアイドル。冬の君も大好きだけど、キラキラ太陽が似合う人。まばたきなんてできないよ、だって真面目な顔もくしゃくしゃ笑顔も、ダウンをするその度に濡れて広がる髪も、ねえ見逃せないよ会った日から。眩しすぎるよちょっと複雑、君はサンシャイン照らしてくれるだけど、私だけじゃなくてみんなを熱くさせる、しょうがない人なんだもん。昔みたいにガラガラじゃない、客席なのに探してくれてありがとう。振り向くときに指さすんでしょ、ずるい人です。君って本当に大きいステージに連れてってね。初めて歌ったこれも、イクラブさんの歌初めて歌った。敵が遠い日だって君の歌が聴きたい。毎日上手くなってゆくね、なぜか私が自慢しちゃうよ。不思議なんです、なんだか私一人の夜もけだるい朝も、バイトの休憩感も、友達といる時間さえ、頭の中はハートだらけだ。名前呼ぶ君ぎゅっと繋いだって、久しぶりだね。甘い空間が広がる、下がる目尻も、甘えた声も、私だけだったらいいな、なんてね。また今度ねとさよならすると、下がる眉毛が可愛くてしょうがない。本当なのかな、私なんかに会いたいって思ってたりするのかな。すぐに会いに行くから忘れないで。泣いちゃった日もあったね、だけど君のせいじゃない。頑張りすぎが心配で、言ったことすぐ忘れるし、 SNS がマメじゃない。そんなとこもひっくるめて、全部世界で一番好きよ。眩しすぎるよちょっと複雑、君はサンシャイン照らしてくれるだけど、私だけじゃなくてみんな
私みたいにガラガラじゃない客席なのに見つけてくれてありがとう。指さした後微笑みうなずく。わかってるんです、君のことは全部。君と私の歌ずっと続け。わあ、初めて歌った。どうですか？多分私イコラブさんの歌の中だったら今の曲が一番自信持って歌える曲だった。初めて歌った、どうだった？みんな聞く？イコラブさんの歌って普段。あとなんか歌える曲あるかな。ちょっとさ、一回さ聞きたい一回聞きたい。なんか聞いたら意外と歌える曲ってあるかもしんないじゃん。あー、スパークル、スパークルだから。僕らの制服クリスマスね、確かに好き。僕らの制服クリスマス。でもさ、私あれかも、制服クリスマスよりもさ、あっちなんかそのアンサーソングみたいなのあるじゃん、あのなんかザ・フィフスみたいなだっけ、なんかあっちの方が歌える気がするけど。うわ待って、いやでも絶対歌えないんだよな。いやいや無理無理無理いやいや無理とか言っちゃった。え、なんだろう、あ、ね、なんかさ、私さあれなんだよね、生誕祭の時にさ、なんだっけ、生誕祭の時にあのヒノにこれ歌ってほしいって言われたイコラボさんのね歌があって、ちょっとそれを探すね。それを歌えるかどうかちょっとやってみる。結局歌わなかったんだけど生誕祭で。ああ。え、ちょっとでも挑戦してみる？ってやってみよっか。いや、え、どうだろう、一回やってみよう。そう、ヒノにね、これはミユにめっちゃ似合いそうって言われた曲があって、イコラブさんの曲で、知ってますか？私はあんまり知らない、正直言うと。チェック最高の笑顔届ける才能に甘えないのドリンクが大事よ。ちゃんとお勉強して、ちゃんとお片付けする。だって私はそうアイドルだもん。好きなタイプは私を大好きで真面目一途な人まあ、じゃな、あ、忘れちゃった。汗汗、ナタンはもう大人だけど君だけのものになれない。
つまでも好きでいて約束よ。わがままなお願いね、みんなのものでいたい。それでも私のこと好きですか。ピンク色もフリフリ、スポットライト浴びて、いつかきっとね、君だけの。今はまだ歌いたい、現役アイドル中。ちょっとあんまり歌を歌わなくていただくか。ずっとワクワクなのよ、歌をスクラブもしてお気に入りパークしちゃうんだ。キラキラメイクは今日もバッチリ、やっと君とデート。ちょっと話せるだけなのに、なんかナタンはそう早起きして、二人の時間を楽しみにしてるから、握手会コンサート会いに来て、君のハッピーなその顔ずっと覚えているわ。今週も来週も会いたいな。おしゃれなお洋服も準備して待ってるね。会えなくても頑張る君のことをいつまでも好きでいる。公式両思い。赤と白混ぜた人、間違った、ありがとう。キュン、待って、わかんない、わかんない。ねえねえ教えて、ナタン今日も可愛い？いつまでも好きでいて約束よ。私、間違った、君のことずっとずっと大好き。ちょっと待って、音が全然わかんないんだけど。ピンク色もフリフリ、スポットライト見て、いつかきっとね、君だけの私に。今はまだ歌いたい、現役アイドル中。中の方だ。これヒノがおすすめしてきたの、私に。ちょっとまだ勉強不足だったね。そう、なんかあのナータン今日も可愛いのところがあるのよ、感想に。ねえねえ、ナータン今日も可愛い、可愛いよを、なんかヒノはやってほしかったんだって、私に。でも私が全然この曲知らなくって。そうで、結局去年の生誕祭やらなかった。去年っていうか、まあ22歳の生誕祭はやらなかったの。そう、え、じゃあもう今宣言しとけばいいんだ、23歳の生誕祭これを歌おうにしとけばみんなも練習できるし、私もちゃんと練習できるよね。よし、そうしよう。もう23歳の生誕祭で歌う曲1曲決まりました。宿題、1ヶ月、2ヶ月後の宿題で。そう、だって別に他に歌いたい曲ないしな、もう本当に生誕祭のカラオケやめたいぐらいいつも歌いたい曲ない。てかカラオケあんま好きじゃないから。ショールームのカラオケは好きだけど、そう、生誕祭のカラオケは正直そんな好きじゃないから。そう、だから歌いたいと思う曲もないから、ち
っとじゃあ日野のリクエストに1年越しで答えて、じゃあこれをやります。みんなには1ヶ月宿題を出しておくので覚えておいてください。じゃあこれを。いやそうしよう、うん、日野がせっかく勧めてくれたから。でめっちゃ可愛いよね、そなたさんのソロ曲なんだけど。そうっていうことにしといてください。じゃあみんな。そうしよう。うん、多分歌う、多分。じゃあみんな今生誕 T シャツ売ってるから、生誕 T シャツみんなゲットしてもらって生誕祭入ってもろて、生誕祭でじゃあこれコールバッチリでお願いします。私もそれその時までにじゃあ完璧にしておく。今ちょっとグダグダまだ歌えないところがいっぱいあったから、そう、あ、じゃあもう次は生誕祭まで撮っておきますね。次はもう歌わない、生誕祭まで。それまでじゃあ宿題お互い。お互い宿題で私もちゃんと歌えるようにしておきます。よし、そうしよう。そうなんですよ、日野がね勧めてくれたんだ。生誕ティー購入した方がいい？今なら間に合います。今ならなんと間に合います。はい、フライヤーに書いてあってバッチリすぎるでしょ、さすがに。もうセトリの中に組み込まれてんじゃんそれ。でももしかしてその方がさ、今この配信を見てなくて生誕祭に入った人がその1部と2部の休憩の間に曲を聴き始めるかもしれない。ありえなくもない。面白い。え、ノイミーさんの方はなんか歌える曲あるかな。あ、ミルテンいけそうじゃない。いや、どうだろう、ミルテンやってみる、あんのかな。あるか、あんだけ流行ってる。多分いける気がするけどな。やってみよう。して私ミルテンって言います。えへへ、名前呼んでください。なんだかいろいろあっていつの間にかな。やば、歌えないわ、早い。私が早口の曲歌えないの知ってんじゃんみんな。社長はそれよりハッピーな場所連れてってもらおう。ジャカ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 ウサギピョン。ララ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 ラ歌え声に出して Love you love you love you。 ララ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 ラこれでずっと平和。 Love you love you love you。 早口はできないよ。
れね、ちょっと私しおりんて今ずるい私のこと呼んで。なんだかちょっと羨ましいよね。やっぱ無理じゃん。ちゃうかな。早いよ。忘れて空を飛んだりしよう、幸せな空間へ。ララ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 ラ2番はラランレス、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。ララ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 ラ気分はマナーちゃん、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。やっぱわかんないわ。イヤホン食べちゃった。無理だった、わかんなかった。できない。あ、こっちの方が歌えそう。あとなんだろう、コラボさん、あ、これは？なんかサビしか歌えないような曲しかないかも。これさ、あれだよね、うわぁ、多分できない。いや、どうなんだろうな、なんとなくしか分かる曲しかないんだよな。ちゃんと歌える曲って多分少なくて、そうなの、サビだったら歌えるみたいな曲が多いんだよね。あ、めっちゃ早かった。めっちゃ早かった。待って、できないかも。そう、君と僕の歌なら歌えるかなって思ったけど、なかった。そう、君と僕の歌はカホが生誕祭の時に歌ってたんだけど、いけるかなって思ったけど、どうだろう、これならいけるかな。ちょっと待って、一回聞いてみる。どうだろう、いや、絶対歌えない。
めっちゃ歌いたいけど絶対に歌えない。ちょっと一番だけ挑戦してみようかな。セタンティ買いました、ありがとう。これはすごい挑戦したいけど歌える自信がないからちょっとだけやってみる。ポニーテールリボンキュール、これが好きなんでしょ。どうしても今これ歌いたかったけど歌える自信はない、あんまり。探しても探しても見つからない、宝物にびっくりだよね。君の好きなタイプなんて前からわかってるし。あ、ちょっと待って、やっぱ歌えないかも。あ、ちょっと待って、やっぱ無理だ。やっぱ無理だ。もうあと次になってちょっとあざといくらいがいいでしょ。まだ足りない、まだ足りない、もっとちょうだい。君の好き、まだ足りない、教えてよ。ポニーテールリボンキュール、これが好きなんでしょ。ゆるく舞いキュッとする、これが好きなんでしょ。ダメだ、ここしか歌えない。すごい、歌いたいとこだけ歌いましたみたいになっちゃった。強制終了。しかも歌える歌詞がさ、よりによってそこしか歌えなかったっていう。ダメ、ちょっとまだいっぱい研究しよう。よりによって歌える歌詞がね、ちょっとそこしかなかったって。勉強します。ポニーテとあざといだけ歌った。そこしか歌詞が分かんなかったの。たまたまです、たまたまです。間違って投げちゃった。まだ多分イコラブさんの曲の方が知ってそうだけど、知ってそうだけど歌えるほど知ってはない多分。どうだろう、歌えるかな。ちょっとこれやってみる。白く光る雪、薬指リングに言うと思ってた。 I need you、 君の笑顔、大きな愛添えたら Love you more and more。 ちょっと英語読めない。 I can しゃらない年違った。じゃカラフル、やっぱ歌えないわ。君のスペシャルメニューベイビー、仕事今日は忘れて、そうバスケットのチキン、大きいホールケーキ、夢を抱え帰る二人で過ごそう。
付けをして恋を呼ぼうたら I promise 冬の君に何度恋するんだろう Love you more and more じゃあやっぱ英語読まないシャララ愛しい君へみんな冬思い出たから箱を開けたやっぱ恋そうで気が気な閉じ込めて胸の奥で鍵をかける今日宝物にやばい歌えない愛しくて冬だら Sweetie 君の好きな理由そう楽しい気持ちを抑えられないとこ幸せだと笑う君を愛するよいつまでも今日だけスペシャルケーキは気楽に二人で食べちゃおうより大人になったしもっと素敵に恋しようキラキラバスボム光るバスルーム溶けるよ今日の君をずっと忘れないように You more and more distant 勇気はぁやっぱり歌えなかった。何ときめく二人じゃないけど。ずっとずっとずっと歌おう。白く光る雪薬指に。サンタクロースハートを届けて二人で愛を信じよう小さいツリーに飾り付けをして恋を彩ったら I promise 冬の日僕はずっと恋してる Love you more and more やっぱり歌えなかった。もっと頑張ってくるね。やだ。やっぱり歌える曲めっちゃ少ないんだよね、イコラブさん。好きで聞くけど、歌えるほどじゃないということが分かりました。もうちょっと歌える曲数を増やしてくるね、今度。じゃあここからは自信を持って歌える曲を歌いますなんだろうねでもなんかあと何があるんだろういつも歌わなそうな曲にしようかでもなんかもう心が折れてるからもう心が折れてるからなんかめちゃくちゃ歌える曲の方がいいかなと思ったりもするしどう思う？どう思う？あとなんだろうなやっぱさフォーテッドグループの方が歌えるよねって思う。なんだろうねあとでも歌ったことない曲の方がもちろん多いんだけどほかのアイドルさんって私あんま歌わないもんね乃木坂さんとか。なんか歌える曲あんのかな乃木坂歌ってほしいのに私多分歌える曲少ないんだって昔の曲しか歌えないんだ多分なんか歌える曲あんのかな
だろう。わ、え、待って、これなんだっけ、めっちゃ懐かしいこの曲。私めっちゃこの曲昔ずっと歌ってた。わ、なんだっけ、ちょっと待って、曲一回聴きたい。これね、昔めっちゃ聴いてたの。あー、思い出した、これならいけるよ、多分。一回思い出したと歌えるやつ。え、そう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 、知ってますか、めっちゃ昔の曲。でももう覚えてないかもしれない。前奏結構長かった。幼い頃、近くにあるピアノ教室に通い始めた。小さな手で白と黒の鍵盤を行ったり来たり、いつの日にかコンクールで優勝したい。世界的なピアニストになるのが夢だった。今あなたに私のピアノを弾いてもらう。間違ったっけ、弾いてどうすんの。間違っちゃった。幸せと思った、ありがとう。間違っちゃった。嬉しい時、悲しい時、家に帰ってピアノに向かう。譜面通り指を運び、おしゃべりみたいに弾いたよ。音大へと目指しながら、そして気づいた。そう、私が夢見るものは違うとは。今あなたに私はピアノで話しかけ、やっぱ覚えてないよね。目の前の人にありがとう。ちょっともっと覚えてる曲にしよう。本当に覚えてない。もう伴奏聞くコーナーになっちゃった。華やかなステージよりも幸せ。幼い頃、近くにあるピアノ教室に通い始めた。ちょっと待って、分かる曲探そう。ねえ、なんだろうな。ちょっと探すね。何ならいけるんだろう、私。なんだろう。
わあ、どうなんだ。多分昔の曲しか歌えないんだと思う。ザブンザザブン。うん、だからさ、そうサビしか知らないみたいな曲がめっちゃいっぱいあるの。イコラブさんも乃木坂さんもそうなのよ。だからね、やっぱ一番歌えるのは HKT さんなんだな。NGT じゃなくて。でも HKT さんの曲も多分歌い切った、めっちゃ。もうなんか、わかんないなぁ。わかんないなぁ。わぁ、これもなんかもう覚えてないや。完全に自信を失いました。だって歌えない曲ばかりなんだもん。自分が悪いんだけど自分が悪いんだけどさ。なんだろうな。逆に私はいつも何を聞いてるんだろうね。なんか逆になんでサビだけこんな知ってる曲いっぱいあるんだろうって思う。これはどう？急に始めちゃった。土曜の夜は彼と映画に行こう。ロマンスよりもホラーがいい。先週はボーリング、先々週は遊園地。好きになったら秋もせずで途中ポップコーン頬張りながらコーラを飲んで、手を握って、なんて幸せな大人のクロイア。暗闇の中でね、イチャイチャしよう。13日の金曜日、何かが起こりそう。声を上げたくなる。恋とホラーはよく似てる。スリルがいっぱい。次の展開はどうなるの。ハラハラする、楽しみ。スクリーム、キャアスクリーム、キャアスクリーム、キャアスクリーム。今月の13日も金曜日で、おお。みんなと離れ二人きりになったら危ないってことわかってるのに。スクリーンの恋人たち、怖いもの知らず勇敢だね。キスするためならモンスターも怖くない。自分で目隠しをして隙間から見る。やばいシーン、ちょっと泣きそうな顔で彼にしがみつく。
愛が伝わるよ。13日の金曜日、今日は特別な日。どんな一杯も私には関係ない。恋の星を2人用に一緒に怖がれば、ハートが近づいて2人は一つになる。痛いか Oh my stream Oh my stream Oh my stream。 これは絶対そうです応じて歌いました、まあ、もうでも時間ないもんね。9時エサコース始まるもんね。よし、じゃあもう最後ぐらい最後ぐらい、最後はちょっともうちゃんと自信を持って歌える曲で終わろうね。最後はちゃんと自信を持って歌える曲で終わらなきゃ。欲しい。最近締め曲になってきてるなんかのいいみんなと集まっても、あなたとなんとなくぎこちなくて、目と目合うたび視線外して、二人はよそよそしい。きっとあの日からおかしいんだ。花火大会の帰り道でと気づいたら、私たちはぐれてた。あの夜浴衣なんか着たから、ちょっとはしゃぎすぎたかな。下駄も花を切れちゃって、歩けなくなって、隠しした広すぎるその背中、あなたの首両腕でしがみついて、幸せだった友達でいる方がいいのかななんて聞いた私の質問、その答えまだ聞いてない。今日は結構似てたんじゃない？特別な感情のつぶやきは誰にも聞かれたくない。自問自答、あんな一言言っちゃったこと、超ピンに後悔中だって。完成のテーブルでさえあなたの隣を一つ飛ばして、なんか変だと周りから不自然に見えそう。誰と誰ができてる噂話してる時、急にあなた立ち上がって発表し始めた。この夜の秘密を、好きなんだこいつのこと、指さしたその先に私がいて、焦ったよどんな顔をすればいいの、みんなに
し心で思ってたけど、みんなの前でなんてもっと好き、好きだって言えること幸せなことなんだ。勇気出して言ってみよう、恋してる人よ。好きだって隠しした広すぎるその背中、あなたの首両腕でしがみついて幸せだった。友達でいる方がいいのかななんて聞いた私の質問、その答えまだ聞いてない、まだ聞いてない。はっきり言ってほしい。え、今日はモノマネ大成功じゃない？めっちゃモノマネ曲にしちゃってるけど、今日は結構似てたんじゃない？いや、いい締めになった。ちょっと今日はね、あんまり歌えない曲を頑張って調整したから最後は自信を持って歌える曲っていうか、完全にモノマネ曲なんですけど今日はいけたんじゃないか、大成功もう完全にさ、締め曲になってた。でもなんか楽しかったね、あんま今まで歌ったことない曲できて。まあ歌えてなかったんですけど、ほとんど頑張ります。普段さ、シャッフルで聴いてるからさ。そうなんだよ、なんかね、あんまりちゃんと聴いてないのかもしれないね、多分なんとなくでしか聴いてないんだろうね。ちょっとでも歌える曲は増やしたいから、ちょっともうちょっと覚えてみるねあと、あのアイドルなんかじゃなかったらが、カラオケに入ったら教えて、めっちゃやりたいから、めっちゃやりたいから入ったら教えてちょっともうちょっと歌える曲を増やしてくるね。先にランキングを読もうかしら。すごいね、でも10月も13日金曜日なんだ。そっか、そうだよね、14日がそうだ、サーヤの生誕祭で、そうだ、土曜日だもんね、13日金曜日だ、確かに。生誕祭の3部自分で自分の髪の毛ぶつけちゃった。そうだよ、3部で歌う曲決まったから、もうみんな練習しといてね、あんたが一番ねよし、ランキングを読んで終わりにします。13位トコトコさん、ありがとうございます。12位ケイタさん、ありがとうございます。11位ヒロさん、ありがとうございます。10位トッシーさん、ありがとうございます。9位タカさん、ありがとうございます。8位トシさん、ありがとうございます。7位島風さん、ありがとうございます。6位ケナイ太陽さん、ありがとうございます。5位カイアトさん、ありがとうございます。4位野村誠さん、ありがとうございます。3位ヨシさん、ありがとうございますござりますでしょありがとうござります2位サマサンドさん、ありがとうございます。1位ユキさん、ありがとうございます最後までちょっと意味が分かんなかったよし、というわけで、じゃあ今日の夜中25時45分からふわり愛を見ていただきまして、明日は劇場公演よろしくお願いします。明日ね、あのね、もうやりたい髪型決まってんの。ちなみにもう3日と5日に出るんだけど、公演3日と5日のやりたい髪型もう決まってんだ。早くない？そう、この前公演に出れなかっただけでやりたい髪型がめっちゃ溜まっててそうなの、やりたい髪型があるから、ちょっとそれをねやろうかなって思ってる。そう、楽しみにしてて。明日公演嬉しい。私は
なんだかんだで2週間ぶりとかなのかな。そこまで経ってないから1週間でもそんぐらいだね。2週間ぶりとかだから頑張りますではこの後エッサコエサもあれかな、9時から。あ、そうだよ、当日券多分あるよね、明日もね。そうだ、前回から当日券が始まったので多分明日も当日券あると思うから、来られる方はぜひ来てください。あと2分後に発売じゃ、そうだ、21時から当日券21時から受付だから、そうです、お近くの方はぜひ申し込んでちょうだい。それではありがとうございました。バイバーイ。